もっと強いやつ来ないのか。僕はまだまだ戦えるぞ。ユウト、ちょっとこっち来なさい。なんだエミリア、やっと強いやつが出てきたんだ。僕はまだ戦いたいぞ。仮想空間なんだから、これでおしまい。それよりも、いっ、なんで殴る。一人だけで無理に突っ込んでいって、フォローしてたこっちの身にもなりなさい。こんなんじゃ、あんたいつか本当に死んじゃうわよ。でも大変じゃないと修行にならないから。それでやられちゃったら元も子もないでしょ。強くなりたいって気持ちは分かったけど、ちゃんと段階踏まないとダメ。勇気と無謀は別物なんだからね。でもほら、こいつもこう言ってるんだよ。分かった。でも僕はもっと強くなりたいんだ。あの黒服のやつすごく強かった。もっと強くならないと勝てないから。だからもっと修行しないと。だからって一人で頑張る必要はないの。え？つまりみんなの力で勝てばいいのよ。私たちは仲間なんだから、仲間たちと協力して勝てばいい。何の？とりあえずユウト、あんたはもっと仲間を頼る癖をつけること。今回みたいなことしたらもう二度とプリンをおごってあげないから。それは嫌だ。わかった。修行と一緒に頼るってことも頑張ってみる。素直でよろしい。じゃあ戻ったら早速カフェ行こっか。ああ。途端に元気を出しちゃって。元気なやつ。あ、ごめんなさい。あなたにはちょっと話があるんだけど。何？何の話？大したことない話よ。それよりその子がもう我慢できないみたいだけど。エミリア、早く行くぞ、早く。あー、ちょいちょい、わかったからちょっと待ちなさい。クラウチから私たちに話があるそうよ。エミリアについてですって。この後リトルウィングに集合でよろしくね。来たわね。こんにちは。こっちのガーディアンズの方もクラウチに呼ばれているみたいよ。その様子を見るに同じ要件みたいね。エミリアの話だと言われました。詳細は教えていただけませんでしたが。あんまりいい話をするような顔じゃなかったわね。直接聞けば全てわかるわ。入りましょう。おう、来たか。悪いな、任務の直後に呼び出しちまってよ。
いえ、気にしないでください。あの、それより。ああ、わかってるよ。面倒な前置きとかはなしだ。単刀直入に話すぞ。まず、シズルシューは黒だ。あいつが消息不明になるタイミングと失踪者事件のタイミングが一致した。目撃証言も踏まえ、これは確定させられる。だがまあ、それはどうでもいい。問題は、失踪者を統率してシズルが何をしているのかだ。場合によって微妙に変わってはいるが、その辿った道筋や目撃証言を統合すると、一つは旧文明遺産の強奪だ。カーシュ族の村から奪ったレッドタブレットっつう旧文明遺産や老系の情報端子をかき集めてある。一つはってことは、シズルには別の目的もあるんですか？この前、ここが失踪者の集団に襲撃される事件があった。だがここには旧文明ゆかりのものなんてこれっぽっちも置いちゃいねえからな。その理由だけがぽっかり浮いていた。最初はカーシュ族ってことでユートが狙われてるんだと思ってたが、不正な手段による個人情報アクセスなどの記録が決め手になった。間違いねえ。奴の狙いはエミリアだ。それは俺が聞きてえな。エミリアとシズルの関係は皆無。狙われる理由がどこにもねえ。だがシズルはエミリアを狙っている。いつもそばにいるお前なら分かっていたことなんだろう。それでどうするつもり？あの子を餌にしてシズルをおびき寄せるとでも？そんなリスクの高い真似はできねえや。だが今まで通りってわけにはいかねえ。だから今後エミリアは仕事から外す。それが最良だ。誰？あたしを外すって何？どういうこと？エミリア。外すってそういうことか。私みんなと一緒に仕事が仲間とかなんとか言ってて、私バカみたいだね。エミリア、待て。私はやっぱり一人ぼっちなんだ。